速攻ソン・フンミン7年連続アジア最高選手になってしまう。トッテナムの韓国代表フォワードソン・フンミンが7年連続でアジア最高の選手に選出された。中国機関スポーツが主催する同年にアジアサッカー連盟の加盟国の代表チームもしくはクラブチームで最も活躍した選手に贈られるベストフットボーラーインアジア。創設された2013年には日本代表 MF 本田圭佑が最初の受賞者になった。ジャーナリストの投票によって選ばれた2023年の受賞者が16日に発表され、その中でソンの受賞が決まった。なお同選手は2017年から7連覇を果たしており、今回が通算9度目の受賞となった。ジャーナリストからの投票でソンは 22.9 の得票率を記録。2位には昨シーズンに残りの33年ぶり3度目のセリエ優勝に貢献した現場エルンミョンヘンの韓国代表ディフェンダーキムミンジェで得票率 19.54。 3位は2023年冬からアルナスルでプレーし、2023年に最多となる54ゴールをマークしたポルトガル代表フォワードクリスティアーノ・ロナウドで得票率は 17.06 だった。なんやこの意味不明な個人タイトル。アジア人とアジアで活躍している外国人選手も含むって基準バグってるやろ。ソン・フンミンおめでとう。アジア人最高選手なのか、アジアでプレーする中で最高の選手なのか、選考基準が曖昧すぎて。ヨーロッパでプレーしてるけどアジア人のソン・フンミン、アジアでプレーしてるけどアジア人じゃないロナウド、どういう基準。1位がソン・フンミンだから良いものの、仮にアジア最高の選手はクリスティアーノ・ロナウドって言われてもピンとこないだろ。クリロナよくわからん。アジアの賞入れられて、しかも中途半端な3位ってかわいそうに。サウジ組がアジア最高の選手になる可能性あるの、おもろ。よくわからんけど、こんな中国のメディア主催の賞初めて聞いたぞ。全サッカーファンが漏れなく30秒飛行停止するだろこれ。メッシがサウジ打ってたらメッシも